フロリアン・ミュラーが上がった。フリック、チャンス、ヘディング決まった、エンド決まった決まった、92分、シュツットガルト勝ち越しのゴール、エンド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 です。すげえ。ジグダル・イズナ・パルク、ヘルタ・ビハインド、このまま行くとシュツットガルト残留です。すごい、すごい、アームバンドを高々と上げました遠藤航。うわ、すごい、伊藤のフリックだ、はい、すごい。いやー、すごい。信じられない。本当すごいですね。なんでしょうね、こういうシチュエーションになって、この2人が活躍して、はい、確かにチームを救うという、はい、まだ終わってないですからね、はい、でも、他会場もまだ終わってませんので、はい、ぬか喜びになる可能性がありますが、ですが、この段階では残留を決めることができる権利を得ました。ジグナル・イズナ・パルクはプラス5分というアディショナルタイムになっているようです。遠藤です。2対1。今シーズン実は過去5試合残り5分以降に得点を取って勝ち点を8つ実はもぎ取ってきたシュツットガルト。深い時間に強い、その今季の傾向がここで出ました。